今回は巷でよく聞くタチのテンプレ装備をまとめてみたので、数日後のアップデートに備えて、もしまだ作ってないのであれば、ぜひ参考に作ってみてください。紹介する武器は3種類で、それぞれ2通りの装備構成があります。注意として、僕はそこまでいい護石を持っていないので、スキルが足りてないところがあります。皆さんが持っている護石に合わせて、スキルを組んでみてください。あと、武器や防具の読み方がちょっと自信がないので、間違っていたらすいません。まず紹介するのは、ナルガクルガの太刀、夜刀月影の装備です。こちらは快適型になります。見切りがレベル7、攻撃レベル4、超会心レベル3、達人芸レベル3、能刀術レベル3、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3、渾身レベル1、で、ひるみ軽減レベル1がついてたらいいです。装備は頭から、カイザークラウン、ビリオ S メイル、カイザーアーム、チャナフ S コイル、インゴット S グリーブ。小杉が能刀術レベル2と、スロットが2スロが1個、1スロが1個、ついてるものを使います。装飾品に関しては、空いてる2スロに達人種が1個、達人絵が3つ、で、超会心が1つ。つけてあります。スロ1には体術銃とか研磨銃とかをつけてください。マルチに行く場合は対象銃を1個つけておくと快適に狩れます。これだと会心が 90% なので、 100% にしたいなら超会心を1個取って渾身に付け替えます。もし5石に2スロがもう1つついていれば、そちらに渾身をつけてもらったら会心率が 100% で、かつ超会心をレベル3積むことができます。こちらは火力型。火力型といっても装備は先ほどと同じです。装飾品もほぼ同じで、先ほど達人芸だったところを攻撃銃に変えてあります。ナルガたちの装備はどの肉質でも高い会心率で戦えるので、どちらの方も安定した火力が出せるのがいいですね。お次はオーナー槌の太刀、ミラージュショテル1の装備です。こちらは安定快適型です。見切りがレベル5、超会心レベル3、弱点特攻レベル3、能刀術レベル3、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3、匠レベル2、強靭研磨レベル2、渾身レベル1、ひるみ軽減レベル1、溶度レベル1がついています。ミラージュショテル1は匠をつけるとその分白ゲージが出るので、匠見つけて白ゲージ出して火力を上げるという感じですね。装飾品は空いてる2スロに通撃時をまず3つ入れてもらって、で、超会心を2つ、強靭研磨2つ入れます。スロット1に関しては先ほどと同じで大丈夫です。5石にもう1つ2スロがあれば、強靭研磨ではなく達人芸をレベル3まで積むといいかもしれません。達人芸レベル2だと会心が出てかつ 40% で効果発動なので、それなら強靭研磨レベル2で60秒間どこを切っても切れ味が減らない方が切れ味の白ゲージを活かせるかなと思ったので、今はこちらにしています。こちらは火力型。スキルは見切りがレベル5、攻撃レベル4、超会心レベル3、弱点特攻レベル3、能刀術レベル3、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3、匠レベル2、渾身レベル1、ひるみ軽減レベル1、溶度レベル1がついています。装備は頭からカイザークラウン、ビリオエースメイル、マガイ鎧、コテ、チャナフ S コイル、インゴット S グリーブを使っています。装飾品は空いてる2スロに通撃時をまず3つ入れてもらって、残りは超会心を入れています。1スロは1個余るんですけど、まあ、好きなのをね入れてもらったらいいです。先ほどの安定快適型もそうですが、この武器からは弱点特攻を使って開始率を 100% にするので、肉質が45以上の部位を狙わないといけません。ハンターノートの大型モンスターリストで斬撃肉質が45以上のところを確認してから、その部位を狙っていくようにしましょう。斬撃肉質の見方はこちらの動画で簡単にではありますが説明しているので、よかったらどうぞ。最後はティガレックスの太刀、一個と牙人の装備です。こちらは安定型になります。スキル構成は
見切りレベル7、弱点特攻レベル3、渾身レベル3、脳刀術レベル3、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3、超会心レベル2がついています。装備は頭からカイザークラウン、ベリオエスメイル、カイザーアーム、クロムメタルコイル、ガガチエスグリーブになっています。装飾品は空いてる2スラにまず達人種を1個、通撃銃を3つで、渾身銃を2つつけています。スロ1は今までと同じです。こちらは武器回心がマイナス20ではありますが、見切りと弱点特攻と渾身で 100% になるようになっています。こちらは火力型、スキルは見切りレベル6、攻撃レベル4、超会心レベル3、弱点特攻レベル3、脳刀術レベル3、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3、渾身レベル1になっています。装備は頭からカイザークラウン、バイクエスメイル、ベリオエスアーム、ジャナフエスコイル、インゴットエスグリーブになっています。装飾品は空いてる2スロ以上に通撃銃を3つ、超会心を2つ入れてあります。1スロに関しては同じです。こちらはスキルで会心率が 70% になっていて、残りの 30% はオトモアイルに上げてもらいます。オトモアイルには種類があって、こうヒーラーとかアシストとかファイトとか、あとはこういうコレクトっていうのがいます。その中のこのファイト猫の強化方向っていうので残りの 30% を上げてもらいます。あとこのティガたちの百竜スキルですが、カブトアリをガンガン決められたり、桜花鉄柱鬼神山や水月の構えをよく使うなら鉄柱主義強化がいいようです。一応このスキルの付け方を説明しますが、まずは鉄塔1を生産してもらって、鉄のこぎり刀1まで強化します。ここで百竜スキルの鉄柱主義強化をつけることで、そのスキルを持ったまま最終強化まで持っていくことができます。ただ苦手なモンスターとかだと鉄柱主義をそんなに使えないので、僕は攻撃力強化2をつけたものも作ってモンスターに合わせて使っています。はい、装備紹介は以上になります。あくまでテンプレ装備なので正解ではないと思います。ご自身のプレイヤースキルに合わせていろいろなスキルを選んでつけてみてください。切り味や生存スキルについてこちらの動画で紹介しているので、よかったら見てください。次のアップデートでね、どのような強化がされるのかすごく楽しみですね。更新後また紹介できたらなと思います。はい、では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。